ただいま。おかえりなさい。今日は雨だったけど大丈夫だった？このキャラクターを好きなんだっていうことを言えない風潮がどうしても出来上がっているんですね。私が直面。まあ触れないとか話ができないとかそういったのはまだありますけども、それはなんか技術的にそのうち解決することじゃないかなと思うので、死なないっていうことと年取らないっていうことが二次元のメリットだと私は思ってます。